高橋一生、映画、岸辺露伴、大ヒット名優は、実は特撮俳優。小役時にラスボス界、縁のとてつもない才能。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。高橋一生、42、が主演で人気を博してきたドラマ、岸辺露伴は動かない、NHK。 2020年から毎年12月末に放送される年末の風物詩となっていた同作は映画化され、5月26日に劇場版、キシベロハン・ルーブルエイクが公開。公開3日間で興行収入3億1400万円を突破し、大いに話題を呼んでいる。もともと、キシベロハンというキャラクターは、荒木ヒロゲ氏による漫画作品。 ジョジョの奇妙な冒険の登場人物だった。漫画にはどこまでも真摯でリアリティを追求するためなら何でもやる天才変人漫画家である。そして、そんなロハンを主役にしたスピンオフ漫画、岸辺露伴は動かないシリーズが高橋主演で実写化されたのだ。 ジョジョおよびロハン先生はコアなファンが非常に多く実写化に難色を示すファンも多かったが実際にドラマ版が放送されると評価は爆上がり。スタッフのこだわりとリスペクトを感じる脚本、恋登場人物たち、小道具、何より原作ファンでもある高橋の圧倒的な演技力から多くのジョジョラーたちに受け入れられた。 そんな高橋露伴を語る上で欠かせない要素に、ぞっとするほどに何を考えているのかわからない、目の演技がある。鋭い眼光や力強い眼差しとも違う、好奇心に満ちてはいるが、それ以上に底知れない恐怖を感じる、常人には決して出せない深淵を覗いているような瞳である。四角高橋の目は、落ちたら怖い感じの底なしの黒。 ルーブルへ行くの公開記念舞台挨拶では共演者の南36が高橋の瞳について井戸の底のよう落ちたら怖い感じの底なしの黒と評していたり高橋自身も別の現場でも稽古しておりましてそこでもある女優さんに目の奥が真っ黒だと言われたのでそうなんだと思う黒一生と思っていただいていいんじゃないかと認めていたそんな キシベロハンシリーズや2021年放送のドラマ天国と地獄から最古な二人から TBSK などここに来てダーティな開演が続く高橋だが実は小役時代にラスボスを演じ後の天才ぶりのカタリンを見せていた特撮俳優であることは意外と知られていない高橋は児童劇団を経て1990年当時10歳で映画 星を継ぐ者に出演し、小役デビューを果たした。そして、1993年に、恐竜戦隊ジャ者、テレビ朝日系、で47話から第50話に出演。魔女バンドーラ、エンソガチョウコの息子で、大サタン、声、加藤製造、の下僕である海という役を演じていた。怪物、米印実質悪の巨大ロボ、 であるドーラタロスに乗り込み、大サタンと共に10レンジャーを苦しめ、全滅寸前まで追い込んだのだ。死人だったが、大サタンに下僕として復活させられたという設定のため、顔は青白くて正気がなく、目も座っていた。顔色はメイクだが、目が座っていることを当時すでに完璧に表現できていたのだから、驚くほかない。 ちなみに、10連ジャー前には、1992年に、特装 x ードラフト、テレビ朝日系にも、ゲスト出演していたことがある。 近く、人間を超越した感じ、な声の演技を見せたことも、その後、成人してからも、高橋は特撮作品へゲスト出演する機会が多く、有名なところでは、2001年放送の杉浦太陽42主演作、ウルトラマンコスモス。 TBSK の第21話第22話第63話に主人公の同期の隊員密也役でゲスト出演。当時キャリアの浅かった杉浦は、すでに芸歴10年の高橋の演技力について、演技が上手すぎて、一緒に星を見るシーンがあったんですけど、芝居のレベルが違いすぎて、恥ずかしい。って思いました、ね。 という心境だったと、2021年に行われた20周年イベント、ウルトラマンコスモスナイトから 20S アナバーサリー君にできる何かから、で絶賛していた。また、ウルトラマンといえば2022年に映画、シンウルトラマンが大ヒットして社会現象となったが、同作でリピア、ウルトラマンの声優を担当していたのも、高橋だった。 樋口新し監督の人間を超越した感じを出してほしいというオーダーを高橋はしっかりと表現しており、神秘性を感じさせる演技を披露していた。岸辺露伴は動かない。でも高橋は原作のじゃないかじゃないぞ。といった独特の喋り方の演技や発声が高く評価されている。幼少期から優れていた目の演技と、シンウルトラマン。 でも、遺憾なく発揮されていた声の演技。今回、スクリーンで見せている開演は、これまでの役者高橋一生の集大成と呼べるかもしれない。近く、ギャップがすごい、高橋一生、にこやか告知直後に見せたロハン顔でわかる圧倒的触れ幅。ルーブルへ行くの告知メッセージ後に予告映像。先ほどまでにこやかに告知をしていた高橋とロハンの顔は、完全に別人であった。